ルイ・シルバ、ルイ・シルバは、ポルトガルの陸上競技選手、専門は800メートル、1500メートル、3000メートルを、主とする中、長距離走。アテネオリンピック男子1500メートル銅メダリスト。身長175センチメートル、体重65キログラム。サンタレン出身。スポルティング・クルーベでポルトガル所属。2004年アテネオリンピック1500メートルでは、 ラスト400メートルを51秒3で上がり3分34秒68の記録で3位に入った。この時のラスト800メートル1分46秒3のスプリットタイムは1987年世界選手権でソマリアのアブディビレが記録した1分46秒0に次ぐものである。2006年半ばから2008年にかけての国際大会には 怪我により出場できなかった。オリンピックには姉手のほか2000年シドニーオリンピック1500メートルに出場している。世界陸上競技選手権では2005年ヘルシンキ大会1500メートルに出場3分38秒02の記録で3位となった。その他2001年エドモントン大会1500メートル7位、2003年。 パリ大会戦5 0 0メートル5位の成績を残した。世界室内陸上競技選手権でも活躍し、2001年リスボン大会戦5 0 0メートルでは3分51秒06の記録で優勝したほか、2004年ブダペスト大会3000メートルで2位に入っている。ポルトガル国内では2003年のポルトガル選手権800メートルを優勝。 ポルトガル室内選手権では2001年800メートル、2009年1500メートルを制した。2003年、2008年、2009年にはクロスカントリー国内選手権を制した。2009年世界陸上競技選手権にて、ありがとうございます。